こんにちは。これから始めるゲーム実況みたいな、ゲーム実況に必要な機材なんかをちょっと説明したいと思います。今ちょうど引っ越して機材見やすくなってバラバラなんで、いい機会かなと思って質問をたくさんいただくんで、ゲーム実況のやり方とか機材ね、なので今うちが使っている機材を全てお見せします。で、これから始めるという意味であれば、まず直撮りでもいいと思いますよ。うちの機材たくさんあるんですけど、これ最初からこんなにいっぱいあったわけじゃなくて、動画を順々に追ってもらえば分かるんだけど、一個一個必要に応じて買い足していってます。なのでいきなりいっぱい買うっていうのもやっぱ大変だし、続くかどうかっていう心配もあるじゃん。だからまず直撮りでも私は構わないと思ってて、結構直撮りでも分かんないぐらいまでいけます。私もゲーム実況の方で直撮り動画っていくつかある。そういう案外言わなければ気づかないだけど、まあ見る人が見ればわかるんだよ。ちょっとしたところで反射があったりとかわかるんだけど、じゃあ直撮りの時に一個注意するのは、カメラ側のオートフォーカスとホワイトバランスを固定しちゃう。であとは三脚で絶対ブレないようにする。でここの反射に気をつけるぐらいで結構そこそこ撮れますんで、そこからやったり、あとは、Mac と iPhone を持っていれば、 iPhone の実況であればライトニング端子から Mac につなげれば、 USB でね、つなげば Mac のクイックタイムでそのままキャプチャーできてしまうんで、それが一番シンプルだったり、まあ、ソフトを使う、ここの Wi-Fi で飛ばして、キャプチャーするっていう方法もあります。じゃあうちの機材をちょっと紹介しようと思います。はい、今ねバラバラになっているのがこの機材なんですけど、ちょっと図に表すとこういう感じになってます。まずインプットソース、何をキャプチャーするかを HDMI で HDMI セレクターに飛ばします。で HDMI ケーブルでスプリッターに飛ばします。で HDMI でスプリットしたものをモニター B、 これは実際この画面を見ながらゲームをします。そのモニター用の B、モニター用の画面に飛ばします。でもう一個はスプリッター、もう一個スプリッター飛ばしまして、まあ、だからスプリッターこう3本あってもいいんだよ。でここに飛ばして、キャプチャー A、 キャプチャー B、うちキャプチャーボード 2個使ってるんですね。ここに飛ばします。でキャプチャー A は USB ケーブルで Mac に飛ばします。でこっちのキャプチャー B は USB ケーブルで Windows に飛ばします。でこの Mac と Windows を、録画用、作業用のモニター A に飛ばします。これで、こっちでゲームをプレイしつつ、こっちで録画っていうことが可能です。で音声は、音声だったりウェブカメだったりっていうのはまた別形式で使うんで、これは今回端折ります。なぜかというと、まあ、これがオーディオインターフェースになるんですけど、音声はゲーム実況 YouTube とかに関してはこれいらないです。なぜかというと、これが必要になるときはライブですね。 YouTube ライブだったりニコ生とか生放送を使うときにどうしても必要になってくるんだけど、ゲーム実況であれば編集された動画を YouTube にアップロードするわけじゃん、ニコニコ動画とかってなると、映像をキャプチャーして、もう一個はこのビデオカメラで自分を撮ればいいんですよ。そうすると音声も綺麗に撮れるし、後から映像と音とゲーム画面を合体させるから、融通が効くんですね。ちょっと変なことあっても直せるけど、同時にこっちに音声も入れちゃうと後から直すことが、例えばゲーム音と声を分離できないからすごくやりづらい。なのでこういうやり方が一番ベターで、おそらく YouTube をやってるんであれば録画用のカメラあると思うんで、それで撮った方が一番いい。うちもそういう風にやってます。これを使うのは生放送の時だけです。ではいきますね。だから音声は別系統という感じですね。まず、インプットソースを、HDMI セレクターに流すわけですけど、 HDMI セレクターはこちらです。これ、CLUX の -C81C っていう型式ですね。これが、8個 HDMI ポートが刺さって、その中の1個を出力します。HDMI インが8個に、アウトが1個という形ですね。で例えばこの1番であればどういう風になっているかというと、 HDMI ケーブルから HDMI、 このケーブルなんですけど、そこにこれが刺さっていて、これはライトニング端子になっています。でじゃあこれを iPhone の例えば白猫プロジェクト録画しようと思った時に、こうするともうこれで録画ができてます。もうこれでこっちの Mac の画面見れば分かるんだけど、画像出てます。
でモニター用の画面にももうこの画面出てます。でじゃあこれときますよね。で次 PS4 録画しようって言った時に PS4 は5番につながったりするので、ここまあここ8番か、5番だったら5番にするとこれでもう PS4 の画面録画されてます。でモニター用の画面にはもう出てます。でじゃあビータ TV、 ビータ TV に行こうっつってこうやる番号切り替えてつながってるね、 HDMI 端子がつながってる番号、もうこれでビータ TV に来てますっていう風に切り替えてます。でこれがまずありますよね。でこれからアウトされますよね。 HDMI がアウトされてどこに行ってるかというとこれです。ちょっと見づらくて、あとこれ持ち運、事務所に持ち運んだりするんでちょっとガムテープでガチガチに留めちゃったりしてるんですけど、ここの HDMI スプリッターというものになってます。これは特にブランド品とかではなく、ノーブランド的なものなんですけどスプリットしてます。これがなぜ必要かっていうのはちょっと説明しますけど、まず何をしてるかっていうと、こっから飛ばした映像をここにインプットします。インプットします。でそれをスプリットして HDMI で2本出します。こっちのスプリッターっていうかこっちはスイッチャーですね、ごめんなさい、スイッチャーで、スイッチャーは何をしてるかっていうと選んだソースを1ポート出力してる、何か選んだものを1個出してるんですね。でこっちは何をしてるかっていうと1個入れたものを2個同時に出力してるんですね。その差があります。これとこれ似てるけど全く違うものです。2個同時に出力する。で、HDMI 端子が2個つながってますよね。で1個はどこにつながってるかというとこっちですね、さっき言ったモニター用の、ディスプレイにつながっています。これで言うとここですね、スプリッター、これセレクターね、スイッチャーね、でここでモニター用につながって、もう1個は、ここですね。このケーブルはこっちのキャプチャーボード、これはエルガトの HDMI キャプチャーっていうエルガトさんのエルガトゲーム HD とかなんかそんなタイトルのやつですね。でこっちにつながってます。これがこうこのまま HDMI で来てます。で来たものをこれが USB、 この USB は Mac Pro につながってます。なのでこの段階ですでに Mac Pro ではキャプチャーが可能という状態になってます。で本当はここでスイッチャーが、これがね、このスイッチャーに3ポートあると分かりやすいんだけど、今このスイッチャーに2ポートしかない関係上分かりづらくなっちゃってて、まあ、次だから私もこのスプリッターをね、3ポートあるものを買いたいんだけど、まあ、それ次買おうかなと思ってるんだけどね。今はどういう風にやってるかっていうと、このエルガトはスループットできるんだよね、 HDMI を。なのでここから入った映像をもう一度同じように、全く同じ映像を出力してます。でどこに繋がってるかというと今度こっちです。アバメディアの CV710 だったかな、ちょっと形給料覚えなんですけど、アバメディアの、ゲームキャプチャー、これにつながってます。動画で全部紹介してます。この辺の記載は全て紹介してると思います。でここにつながってます。でここの HDMI インして、この USB は Windows につながっております。でこれで同時に Mac 側と Windows 側でキャプチャーができる。なので、例えばこういう風にやるとWindows で生配信をしつつ Mac でキャプチャー、綺麗な映像をキャプチャーできるっていう風にできたり、同時に2個キャプチャーすると結構取り回しが楽になります。その代わりパワープレイなんでここまでやんなくてもっていう感じではあります。毎回切り替えればいいとかっていうのもあるんだけど、同時にパソコン2台でキャプチャーできるのはこの方法という感じです。もちろんここでスプリッター、でも難しいだろうな、 USB だもんな、それは難しいなっていう形になってます。これでうちの機材はほぼ全て、ほぼというかまあこれで全部になります。でじゃあ話をちょっと戻すと、スプリッターをなぜ使っているかっていうところなんだけど、これが一個うちの弱点で、この HDMI 8ポート、スイッチャー、これにアウトが2個3個ついてればいいんだけど、アウトが1個しかないんだよね。でアウトを切り替えられるものはあるんだけど、スプリッターみたいに同時に同じ信号を飛ばすっていうのはあんまりなくて、だからもうこっから出したものをスプリッターに行く方が便利で、これもねちょっとねアングラな会話になっちゃうんですけど、例えば HDCP っていう、コピーガードがあるんですね。
HDCP。 その HDCP がかかった、例えば今の PS4 だとか Xbox One HDCP 多分かかってないですよ。 PS4 は少なくともかかってない。だからコピーガードね、あの普通に HDMI 端子で何を通しても映像が出るんだけど、昔の機器とかって HDMI 端子通しただけじゃ HDCP っつってコピーガード、映像規格があって、それのせいで HDMI、 例えば AV アンプ持ってる人なんか分かるんだけど、 AV アンプに HDMI 端子通すと HDCP 対応でなければ映像がいかなくなっちゃうんですよ、コピーガードのせいで。それを打ち消すためにも使ってます。なのであのこれがあることによって、HDCP これが疑似的に解除してくれるんですよね。なので何でもキャプチャーは行くようになるって、ちょっとアングラな機械です。正直これが大っぴらに売っていいかっていうと、まあ、売っていいんだけどちょっとアングラっぽいものではある。だけど今はもうそこまでしなくても、あの HDCP 自体がかかっていないんでほとんど必要ないです。じゃあ昔これがなかった時 HDCP かかってた PS3 とかね、どうやって録画してたかっていうと、エルガトさんの方にここにね、あの PS4 用の HDMI 端子があったんです。 PS3 か、 PS3 だけこのケーブルを使ってねっていう、ケーブルが付属してたの。だから PS3 を録画するときだけ違うケーブルを HDMI to PS3 PS4 の、 あのソニーの独自の AV マルチ端子ってあるじゃん、あそこから出力して HDMI に取り替えるっていう独自のケーブルがついてて、それをやることによって録画ができるよっていうやつだったんだけど、それが私めんどくさかったんですね当時。だからあの毎回嫌じゃん差し替えたり。だからこのスプリッターを使うようになったんだけど、今はそんなに必要じゃないんじゃないかなと思います。でキャプチャーボードをその後2台使うようになって、生放送するようになってね、2台使うようになって、スプリッターが3ポートあるものを買えばよかったなと後悔しているところで、次はだからスプリッターのでかいのを買おうかなと持っている感じですね。だからまあここまでのものは全く必要ないんだけど、これをやると、パソコン2台で同時に配信したり、片方で高画質で全く、ラグ落ちとかしない風に録画しつつ、もう一方で高画質で配信をするっていう形が取れます。でまあこれでいいんだけど、1個説明をすると、このエルガトとアバメディアっていう、ビデオカードは全く違うものです。何が違うかっていうと、エンコード方式が違うんですね。このエルガトに関してはいわゆるハードウェアエンコードと呼ばれるタイプです。でこっちはソフトウェアエンコードと呼ばれるタイプです。何が違うかっていうと、このキャプチャーの中にエンコード用のチップが入ってます。こっちはね、エルガトの方はだから、コーデックが入ってるっていうことですね。 HDMI 端子、 HDMI から映像を流して、ここで映像をエンコードしてパソコンに流します。そうすることによって何が発生するかというと、パソコンのスペックが必要ない。だってこいつがエンコードかけるから、 CPU とかエンコードする必要がないから、こいつが映像を出してくれるからね、あの圧縮したものだから、非常にそういう場合、そういう意味でノートパソコンだとか非力なマシンでもこれは使えます。だけどデメリットとして遅延があります。しかもあのほんのちょっとの遅延どころではなく、数秒単位っていう、もう致命的な遅延が出ます。なのであのこれでキャプチャーしつつゲームをすることは不可能なので、こっちにスループット用の HDMI がエルガトはついてるんですね。それでモニター出して全く遅延ないパソコン、あモニターで遊んでねっていう感じですね。でもう一個のこっちのアバメディアはソフトウェアエンコードという形式になってまして、何をするかというと、パソコン側の CPU を使ってエンコードをかけます。なのでデメリットとしてはパソコンのスペックが必要。現にこれはなんだろう、 CPU Core i なんとか以上だとか Core i7 以上だとか、その正式な調査確認は分かりませんけど、いくつ以上とかメモリーいくつ以上とか、さらにこれは USB 3.0 でないとダメです。こっちはエルガトは 2.0 とか 2.1 とかでもいけるんだけど、こっちは最低 3.0 の高速通信でなければ飛びません、データがっていう感じで、こっちは非力なマシンでは使えないんだよね。だけど私がこのエルガトを買った時は MacBook Pro
Pro とかっていうノートパソコンを使ってた時だったんですね。なのでこっちにしたんだけど、今は、まあ、マシンの性能も上がってるし、あの 4K とかやんなければ1080とか720とかであれば、おそらく最近のマシンであればソフトウェアでも全然いけるんじゃないかなと思います。まあどっちがいいかって一長一短あるんですけど、おそらく今後はこっちの方が普及しそう。だって遅延が少ないからね。だけどもう遅延っていうのは本当にこういう機材にはつきもので、いろいろ機材かませばかますほど遅延が出るんだけど、じゃあ生放送の時にどうするかっていうと、遅延は 0.1 秒でもあっては困るわけですよ。生放送は本当に遅延という遅延は取っ払っていきたいんだよね。だってこれどう思いますってリスナーに聞いて、リスナーがそう思うっていう間に3秒かかるものが1秒になった方がキャッチボールしやすいじゃん。だからあのいかに遅延を取っていくかっていうのをやっている次第なんですけどね。だそういう意味でこれが必要になってきたりするんですね。ちなみにあの HDMI のソースであればゲームじゃなくても何でも出せます。例えば今これ撮っているハンディカムありますよね、ソニーの。このハンディカムは当然 HDMI アウトできますよね。そうするとこのハンディカムを HDMI アウトしてここに繋いでしまえばすぐキャプチャーできます。だからあの生放送中にウェブカメではなくこっちのカメラですごく綺麗に 60p でね、あのフルハイビジョンで生放送を流すことも可能です。実際テレビとか、テレビか分かんないけど、あの企業系はウェブカメラなんか使わないじゃん。こういうカメラ使ってんじゃん。で、HDMI で飛ばしてキャプチャーしてるんですよね。あとはこの上のショットガンマイクを使ったりとかっていうのもできるし、まあそれもやりづらいからこっちの方がいいと思うんだけどね。まあそういう感じでうちはやってますね。まあこういう風に流れをフローチャートで見ると分かりやすいかなと。私の字が汚くて申し訳ないんだけど、こういう風になってます。なので、じゃあこれから、じゃあゲーム実況やるっていう機材なんか1個だけ買おうと思ったら、まずキャプチャーボードを1個買えばいいかなと。何でもいいんで1個。自分に合ったものをね、自分の PC に合ったものだったり、やりたいことに合ったものを買えばいいかなと思います。スマホゲームキャプチャーであれば高画質いらないとかね、FPS であればフレームレートが大事とかね、そういうのはあると思うんで。あとは、これは USB 型なんですけど、当然 Windows の、スロット。PCI スロットとか AGP とか、なんだっけ今最近なんだっけ、まあいいや、そう裏で挿すボードの方が拡張性があったり性能が良かったり安かったりいろんなものがあったり選択肢はあります。で、あとね2個あって最後雑談になったんだけど、 Mac と Windows に両方飛ばしてる理由は Mac が使いづらいからです。私はあの Windows の方が生放送用のソフトとかいろんなソフトが充実しててやりやすいんだよね。だから片方を Windows に飛ばしているという感じなんですけど、まあそれはここまでやる必要はないし、生と、録画と両方同時にする必要も多分ほとんどないだろうし、付け替えればいいんで、私はもうとにかくズボラでパッと挿してパッとやれなきゃめんどくさくなっちゃうんですよ。だからこういう環境にしました。なんか繋いでパッとできるようにしてます。だからあの普段ね生放送なんかであのパッパパッパ映像を切り替えてますよね、ができるわけ。じゃあちょっとね どういう風になってるかっていうのだけ最後にお見せすると、さてよいしょ、はい、それじゃあね、あれがモニター B、 こっちがモニター A だと思ってください。 Mac が映ってます。向こうはモニター用です。じゃあさっき言ったこの HDMI ケーブルに iPhone を繋いでみます。するとこう待っていると出ましてね、当然動きます。それで見てみるとこっちあのハードウェアエンコードなので時間が来てかかってます、出ますよね。でもここをポコッと押してあげれば録画できます。じゃあちょっと動かすと向こうはもうすぐ反応するんだけど、こっちはハードウェアエンコードなのでラグが発生するという感じですね。じゃあこれを、今スイッチついてるのはビータ TV なんですけど、ビータ TV の番号に行ってますね。 HDMI、スイッチャーを動かします。今動かしました。そうすると
行くはずなんだけど、まあ、番号違うな俺引っ越してね、ちょっと HDMI の番号変わっちゃったっていうか、はい、あれがビータ TV の画面になりましたよね。これちょっと引っ越して電源飛んじゃったんですね。設定が飛んじゃっててネットワークにもつながってないから、こういう初期設定の画面出ちゃってるんだけど、ビータ TV の、日付設定になっちゃってるんだけどね、ビータ TV がこう出ています。で、今これこのまんまつなぎっぱなしですよね。じゃあもう一度 iPhone の番号にスイッチャーを直しています。それとも向こうに行く、こっちも、こっちだ、ハードウェアがね、あ、なった。あ、時間か。時間ですね。ラグがあるという感じで、こんな感じで、完璧に動いております。なので、まあ、ここまでやるかっていう問題もあります。単純に HDMI スイッチはいらないだろうって、付け替えりゃいいだけじゃんっていうのもその通りだし、ズボラな私はこうしましたという感じで、これもね、ほんと最初からこの機材があったわけじゃなくて、一個ずつ揃えてたんで、ちょっとずつ皆さんも、楽しむ意味でね、ゲーム実況楽しみながらちょっとずつ必要な機材を増やしていったらいいんじゃないかなと思います。なんか質問とかあったら、それとかもっとこの辺突っ込んでほしい、説明がほしいっていう場合はコメント欄書いてください。また時間ある時に、動画撮りたいと思いますのでよろしくお願いします。そんなわけでみんなね、ゲーム実況今人気ありますので、やりたいなっていう意見よく聞きます。難しい機材がないっていう意見もよく聞きます。そんなことは思わずに、とりあえず直撮りでもいいので動いてみてほしいなっていう私の意見でした。楽しんでね、ぜひみんな YouTube 楽しんでみてください。また会いましょう。バイバイ。